家に行ってきました。本当ですか？家ぐちゃぐちゃだった。絶対嘘ですよね。いやいや、約束だったから突然嘘まだ言ってお疲れです。どう打ち始め？まだまだですけど、まだまだまだ上げることもないですね。いや、でももう感覚はもう、あ、感覚がもうちょいですけど、打ち方は一昨日ぐらいに思い出しました。思い出した、はい、いや、思い出したということはもうその形にはめていけば、思い出した形にはめていけばもう仕上がるという。そうですね、自分的には形はもういいんで、あとは視線感覚だけかなとは思う。視線だけね、大したもんだね。もう感覚を思い出すんだもんね。いや、でも最初の頃はひどかったですけど、そう、はい、マシン打ってて、あ、これかなっていうのはちょっと思い出しました。でもあのさっきあのメイングラウンドで若手のフレーバーっていうの見てたら、やっぱ過去がしっかりしなきゃいかんのだろうなと思って、いや、見本という意味ではやっぱしっかり打ち方とか、そういうやっぱ背中を見て育つっていうことあるじゃん。そう、誰かの背中を見て育った。そうですね、自分入った時はクーラさんとか三郎さんとか、何年目かに井口さんとかに来て、まあやっぱり練習態度とかはすごい、何にも言われないんですけど、こんな感じでやるんかなっていうのは、ね、いや、だからあの打ち方とか云々じゃなくて、やっぱこう凛とした姿勢を見せなきゃいかんのだろうなと思って。そうですね、大変だよ、凛としてる。いや、本来はそうなんですけど、あんまりちょっと優しすぎるじゃん。そうですね、でも怒れないんで。あの家にお邪魔したいと思うんだけど、はい、いつが奥さんいるの？ピンポイントで言ってやろうかな。いや、言ってくれないと多分本当にぐちゃぐちゃなんで。いや、いいじゃん、それがいいじゃん。いや、基本いると思います。あ、基本いるね、はい、じゃあ突然行くから、はい、脅しをかけて、そしたら綺麗になってるかも。そうです ね, ね、そしたらいつでも綺麗になってると思う。そうです、はい、それいいよね、助かる。そうですね、はい、それでお願いします。それでお願いしますってさあ、優勝、はい、何位ぐらい優勝って。それ優勝っすよ、ね、いや、監督も言ってた、この若手が育って、まあ、カクとか井上とか、あの中村とか、はい、きりやってればチャンスは出てる。そうですね、だからこの子たちが伸びるまではちょっとまだわからないです、はい。まあ、野手に関しては、ドラフトは1位は3年連続野手、まあ、そうだよね、高卒野手、そうだよね、いってるんで、まあ、そういう子たちが中心に育ってくれた時に、やっぱ今主力でやってる人たちももうワンランク上のレベルでやれれば、まあ、なんとか、そうだよね、はい、いけるよね、いけると思います。でもやっぱり人気あるね、パッと出てきたらスーッと集まるもんね。いや、そんなことない。俺なんかここで一人ぼっちだったから。いや、やっぱり人気あるね。出たら、やっぱ出たら出たでサインしながら帰ってあげなきゃいけないっていうのはある。あんまり練習場じゃやらないですけど、ホテルでは。え、ホテルファン来んの？そうですね。来ていいの？結構いいんで。あ、一緒に泊まったりとかしてんの？フロアは違うけど、もちろん。同じホテルに結構いるんで。あ、大きなホテル泊まってる。そうですね、それなりに大きいんで、ホテルではほぼほぼサインはするようには。